はいどうも、名言生活の森です。今日も月曜朗読やっていきましょう。6月になりましたね。ということで、梅雨、松平梅雨さんの自世の句を紹介していきたいと思います。まあ梅雨とは関係が実際にはないんですけど、まあダジャレみたいなもんですね。何年か前にもこれ紹介したんですけど、私が使ってるその名言の中でも結構印象深いものの一つですね。この松平梅雨の自世の句というのは、いろんなことを私たちに教えてくれます。はい、行ってみましょう。では読んでいきましょう。松平梅雨さん自世の句です。小野上の末を知らずに猛虎町、梅雨ほどの花の盛りや稚語桜、雨土の恩は忘れじ父と母。舞う虎町って言ってもいいんですかね、これね。自世の句なんですけど、まあ両親へ向けたこれは遺書なんですね。病弱で早く亡くなった方なんですが、自らを蝶に例えてですね、まあ、両親への感謝の気持ちを遺書に書いたと。いや、素晴らしいですね。200年前のものです。全部で4通あってですね、まあ、次女、お手伝いさんとかですね、とかにも、お世話になったということで残してたりします。いや、素晴らしいですね。これがですね、何が素晴らしいって、この書いた、この松平梅雨さんの年齢なんですが、なんと、驚愕の6歳ですよ。6歳ですよ。6歳って言ったら、もう書く文字とか言ったら、もう落書きとかせいぜいそんなもんでしょ。ねえ、このぐらいの年齢ですよ。まあ当たり前ですよね。遺書を書いてることすらすごいのに、内容がまたすごい、なんだろう、レベルが高いですよね。松平梅雨さん、200年前に、疱瘡というなんか病気で、6歳で亡くなってしまったんですが、両親へ向けての遺書、それから他のそれらも含めた4通ですね、これをですね、幕臣の宮崎という方が本に載せて、それでですね、全国の人にこれ知られることになったということなんですね。当時全国に広まる何かがあったっていうのが、またそれも驚きですけど、今はですね、浅草寺に全て寄贈されているそうです。はい、6歳児松平梅雨さんの自世の句でした。6歳児が自世の句を書くというのも、まずさんもすごいことはすごいんですけど、皆さん現代人って自世の句書きますかね。書かないですよね。まあこれから亡くなるということが知っている場合と、意図せず亡くなることもあるので、まあその人が結局最後に残した言葉が自世の句ということになるんですが、松平梅雨さんの場合はこの疱瘡って言ってましたね。疱瘡っていうのは今で言うと天然痘みたいなもので、当時としては不治の病ですね。もうだから自分がこの世からいなくなることは知っていた状態で書いた文章です。6歳児がですよ。もうそれは本当にね、驚異的というか、もう なんて言っていいんですかね。もう現代ではもうありえないようなことのような気がしますね、うん、し、そのやっぱすごいなと思ったのは、それを書かせた社会のレベルの高さなんですね。だって6歳児がこれから自分が亡くなるってことを知っていたこと自体がまずすごいですし、だって今だったら隠すじゃないですか、そんなの。大丈夫だよ大丈夫だよなんて言って、ではなくて、松平梅雨さんは確固として自分がいなくなることを知ってた状態で書いたんです。それも相手のことを思うばかってです。これから自分がいなくなる、この世に残った人たちのために言葉を残すことによって、どうですか、残された人はただ悲しむだけじゃなくて、それを糧に何でしょうかね、まあ、頑張るとかいうか、そういうプラスな気持ちにもなると思うんですよ。やっぱこれを書かせた社会のレベルの高さというのは、もう本当にね、すごいなっていつもこの自世の句を見て思います。現代どうですかね、物質的には豊かになり便利になり、もうそれは江戸時代とはレベルが全然違う世の中ですよ。でもやはり自ら命を絶ってしまう若者が大量にいるということです。江戸時代にね、そんな人あんまりいなかったと思いますよ。それはやっぱり社会のレベルと関係がないとは私は言えないと思いますね。そういった若者が命を絶ってしまうっていうことは、やっぱ死生観がかけ離れているからかもしれませんね。わかりませんよ。江戸時代の明るい社会雰囲気、レベルの高い雰囲気に比して、今ですね、その人格とかいろんなものがね、やっぱ、なんですかね、民度がちょっと低いんじゃないかなって、すいませんね、こういうこと言ってはいけないと思うんですけど、民度がちょっとやっぱ低い状態で、かつ暗い世の中なような気がします。こんなに便利なんですよ。なぜですかね。はい、そういうのもね、考えさせられる、自世の句だと思います。ちょっともう一回ね、読んでみましょう。はい。小野上の末を知らずに猛虎町、梅雨ほどの花の盛りや稚語桜、雨土の恩は忘れじ父と母。この小野上をこの蝶に例えるとかね、梅雨ほどの花の盛り、この梅雨っていうのはね、ご自身の、まあ、名前なんですけど、
それをこう絡めてくるところなんて技術もこうすごいですよね。いやもうほんとね、驚愕としか言いようがないこの6歳児の時世の句ですね。でですね、時世の句を書くのがこういう松平さんみたいなお武家だけではなかったというのがまあすごいですね。庶民に至るまでこういう文化があったと思います。というのはやっぱ寺子屋みたいなのもあったしですね、識字率もものすごく高かったし、まあ、今も高いんですけどね、でも何が違うかっていうと、やっぱり舵取り、例えばこの時代でした徳川時代ですから、まあ、大名、まあ、幕府、そういった武士ですよね。お武家様、武士のその精神的人格的レベルが高かったと言えるんじゃないでしょうか。その国を引っ張るリーダーの資質が高ければ比例して民衆のレベルも上がっていくと思うんですよ。そして6歳の子にこのような時世の句を書かせるだけの社会レベルが出来上がるということです、ね、今の日本どうですかね。でもたった数百年前にこのような社会があったんですよ。ですから私たちはですね、やろうと思えばちゃんとどんどんね、今より良くなると思います。そういう面もあると思います。私が主にほとんどの日本人はすごく善良でいい人ばっかだなと思います。でも今の舵取りリーダーたちどうですかね。この江戸時代の武士たちに値するような人たちでしょうか。違いますね。はっきり言います。違いますね。でも、その人たちが良くなることを期待するのではなくてね、まあ私たち、民衆レベルで、このような、なんですかね、勉強をして、自分たちの、この人格を上げていくっていうのが、やっぱ政治家のレベル、国のレベルを上げていくことにつながるんじゃないかなと思います。このね、松平つゆさんの時世の句を読みながら、ね、こんなことまで思ってしまう。じゃあ何するのって言ったときに、なんかまあ思いつかないと思うんですよね。じゃあ一つ提案しましょう。いつも私が言っていますが、綺麗な言葉をなるべく口から出すということをまずやってみませんかね。まずそういうちっちゃいところから一歩始めると、だん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 ね、レベルも上がっていくんじゃないかなと思います。良き言の葉は良き国を作る土台となると思います。はい、松平つゆさんの素晴らしい時世の句でした。名言を読めば元気が出る。